ああ、俺もガクトになってみたい。そんな風に周りの人から言われることがある。それも結構な頻度で。僕はその言葉にこう答える。ガクトやるってマジで大変だけど、覚悟ある。僕は死ぬほど大好きな米を我慢している。今年で20年目、一度も口にはしていない。同じく大好きなラーメンも年に一度、食という快楽も日に一回、朝に必ずトレーニングをし、終わらせなければならない仕事も日々山積み、たくさんの人が僕の判断を待っている。ミスは許されない。自分で決めたことは必ず遂行する。ハードワークかつストイックと言われる気の抜けない日々。やってみるか？そんなに簡単じゃない。しかもガクトは常に僕の先にいる。こうありたいと願う僕が描くガクトの背中を僕自身が追いかけている。一生追いかけ走り続けている。ここまで努力しても届かないからこそ、今日もまた努力する。それがガクトであるということ。僕が一番ガクトを舐めてない。物事を途中で諦めてしまうのは、いつも他人の影を追いかけているからだ。お前が持つ理想の自身の姿を描き、常に自分の前に立たせれば、諦めることなどない。諦めそうになった時、理想のお前は振り返りこう言うだろう。そんなもんか、と。お前自身を舐めるな。常にお前の前を歩くお前を追いかけ続けろ。気がつけば、そんなお前はキラキラしてるはずだ。